ください。どうぞお座りください。ありがとうございます。はい、ひとまず2枚の札を取ってお座りいただければと思います。大崎選手、熊代選手に今一度盛大な拍手をお送りください。はい、まず大崎雄太郎がよし、今年も審査員ですね。そうですね。なってしまいました、すみません。2年連続、はい、先ほど決まったんですが審査委員長ということで、はい、はい、一つよろしくお願いします。モノマネに関して大崎雄太郎選手が大切にしている部分どこでしょうか。改めて教えてください。音としなやかさの動きですね。え、去年ムードを大事にすると言ってましたよ。それもひっくるめてのムードです。え、もういい、音と音とこうしなやかな動きというしなやかな動き、はい、しなやかな動きは分かります、まあ、はい、概ね携帯模写でしょうか、はい、音というのは何でしょうか。音っていうのは、その自分のリズムとか、はい、そういう、こう自分で何かをリズムを刻みながらやるってことが結構、はい、僕は好きですね。じゃあちょっとやっていただきましょうかね。はい、何でしょうか。いや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 もうちょっと必要、もうちょっとどうか必要。いや、これ、はい、そこまでなんかこうね、いろいろモノマネのこううんちくを披露なさるなんかちょっとこの流れでやっていただいた方がいいかなって一瞬思ったんですが、心の準備がちょっとできていないと言いながらもやるのが大崎雄太郎なんですよ。もうどれだけシーズン最初6匹ならない状況で代打で使われたか、そのたびに結果を残したから途中からレギュラーを取ったんです。本当にすごい外野手です、大崎雄太郎外野手の。ではモノマネ、まあ、ひょっとしたら新ネタではないかもしれませんけど何でも結構です。おグラウンドコート脱ぎますよ。本格的になってきた。熊代さんもうちょっと待ってくださいね、すいません。はい、意外とちょっと本格的だったんでなかなか熊代選手ご紹介できないですけど、すいませんでした。はい、ご丁寧にグラウンドコートを脱ぐモノマネは試合と一緒なんですね。はい、登場人物、去年上がりました熊沢コーチ、そして大島博之さんです。よし、はい、どう、題名試合後のバッティング風景。あ、大島さんのあだ名ゲイリーと言います。ゲイリー、来い、ゲイリー。行くぞ、行くぞ、バッティング、行くよ、いいじゃねえか、いいじゃねえか。はい、はい、こんな感じですか。はい。あ、そうだ、いいじゃねえか、いいじゃねえか、ゲイリー。いや、本当ですか。はい。どうでした。すいません、大崎選手、はい、お見事、本当にお見事なモノマネぶりだったんですが、ゲッチューじゃなくてゲーリー、はい、大島選手、なんでゲーリーなんですか。なんか、その時、僕が室内で見た時はゲーリーって言いました。はぁ、はい、熊沢徹さん、ちょっと不思議な部分がありますからね、そういうのではね、はい、ゲッチューのゲからゲーリーっていう風になんか用意なのかもしれませんけども、はい、まあ素晴らしいモノマネぶり、大崎雄太郎がやし、改めて大きな拍手を送ってください。